難しい問題ではないと思うんですが、はい、原発の問題に関してはもうすごくシンプルなことだと思うんですけど、もういらないんだよねっていう話、うんうん、でもやって若い人たちにこういうアクションがあるんだよっていうことには意味があると思うけど、いくら何万人何十万人集めたって、あの政治家とか東京電力痛くも痒くもないんだから、投票に行って何とかしないと多分何にも変わらないと思うんで、エネルギーっていうのは本当人にすごく元気とかパワーを与えるものがエネルギーだと思っていて、でも原子力発電というのもエネルギーなんだけど、やっぱ人というか生命の命を奪ってしまうようなエネルギーだったら必要がないと思うし、だから今日は僕たちライブやったので、そういう人間の持つエネルギーみたいなのをまあ表現できたらいいなと思って。大きく僕の人生変わったんですよ。本当にそれまでは政治的なこと、そして社会的なこと口に出せなかった。だって僕たちの業界、この芸能界っていうのはスポンサーがいて初めて成り立つから、そのスポンサーに対する不利益、そんなことは一切言っちゃいけないっていうのは子役でも知ってることなんですよね。でもどうしても我慢できなくなった。これは言わなきゃって、原発いらんやろって、地震の活動期にだってエネルギー足りてますもんね。今天然ガス、ね、ガス火力が中心やのに、なんでこれを続ける必要があるのか。 1% のおっさんたちが儲けたいために 99% の僕たちが犠牲になる、冗談じゃないですよ。事故が起こって誰が救われたか、誰も救われてない、ね、今これを変えなきゃ。放射性廃棄物、低レベル、中レベル、高レベル、こういうふうに分かれてるんですけど、その全てが100万年管理しないとダメなんですって。100万年。それをドイツの先日取材行って放射線防護庁って人が言ってた。100万年管理しなきゃいけない核のゴミ、それと同じ数値、1キロあたり100ベクレルをみんなに食べて大丈夫だって。すごい国やね。もう国じゃないね、これは。どうしてそんなことになるのか。補償賠償を嫌がるから。生産者の皆さんに対して、被害者の皆さんに対して補償賠償するのを嫌がってるから、お金と命を天秤にかけた時に必ずお金が勝つんです。だから僕たちはそのような数値を与えられた緩やかなこの国の解散宣言なんです。福島県で出会った農家の方、僕のことをずっと見てた。演説してる最中、それが終わった、ずっと見てた、殴られんのかなと思った。そしたら違うかった、近寄ってきた、手を握った。涙を流しながら、悔しい、悔しいんだ、俺はこの土地では
もう食べ物を作らない。国の基準であればそれは作ることができるけれども、その毒物をみんなに食べさせるわけにはいかない。悔しい、悔しいんだって。この声聞こえへんのか、政治家。この声聞こえへんのやったら政治なんていらないですよね。政治家なんてやめてまえって話なんですよ。で、お前に何ができるのか。できるんですよ。議員になれば国勢調査権というのが手に入る。一枚一枚嘘を剥がしていける。出せなかった資料も出せる。呼べなかった証人も呼べる。そして何よりも大切なのは、議員になってその先頭を走ることが大事。怖いもの知らずのバカ、まっすぐなバカ、でも鼻の利くバカ、そういうやつが先頭に立って投票したら終わり、そういう感覚ではなく、山本しっかりしろ、お前気をつけろ、この先こんな問題があるんだ、もっとこういうふうに解決していけよ、そんな声がいつも上がってないとダメなんです。